新大阪駅。新大阪駅は、大阪府大阪市淀川区西中島5丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、東海旅客鉄道、JR 東海、大阪市高速電気軌道の駅である。大阪府内では、唯一の新幹線駅である。大阪における新幹線の広範囲連絡の代表駅である。東海道新幹線の終点及び、 山陽新幹線の起点となっており、当駅を営業区間に含む全列車が停車するほか、当駅を四十二とする列車が数多く設定されている。大阪市の北の中心地である梅田、北は当駅から南方へ約 3km の距離にあり、そこにある JR 大阪駅までは、在来線の JR 京都線で一駅、大阪メトロ梅田駅までは、 ミド筋線で3駅である。また、新幹線に接続して、北陸や山陰、南紀、関西空港方面への在来線特急列車が発着し、北、近畿ビッグ X ネットワークではその一端を担っている。JR の駅には、新幹線の東海道新幹線、山陽新幹線と在来線の JR 京都線と大阪東線が乗り入れている。大阪メトロの駅には、 御堂筋線が乗り入れている。JR の在来線の駅のうち、JR 京都線には、JRA46、大阪東線には、JR 海嶺に、御堂筋線の駅には、M13 の駅番号が与えられている。前日の通り、東海道新幹線は当駅が終点であり、山陽新幹線は当駅が起点となっている。この両新幹線の路線は当駅を介して、 相互直通運転が実施されており、総称として東海道、山陽新幹線の路線名称が使用されることがある。また2011年3月12日からは、全線開業した九州新幹線からの列車が、当駅まで乗り入れを開始した。1987年4月1日の国鉄分割民営エ海港、東海道新幹線は、JR 東海、 山陽新幹線と東海道本線が JR 西日本の管轄となっている。新幹線は当駅が JR 東海、JR 西日本の境界駅となっているが、新幹線構内は JR 東海が全面的に駅を管轄している。また、東海道本線の当駅を含む京都駅、大阪駅間には、 JR 京都線の愛称が設定されており、JR 西日本の旅客案内ではこの愛称のみが使用されている。このほか、隣の大阪駅を通らずに、東海道本線支線、梅田貨物線を経由して、大阪環状線、阪和線に直通する列車も発着している。JR 東海、JR 西日本の駅は、特定特市内制度における大阪市内に属する。 JR 西日本在来線の駅はアーバンネットワークエリアに属しており、管理駅、駅長が配置された直営駅として東淀駅及び大阪東線の南水田駅、JR 和寺駅を管理している。JR の駅の事務官コードは61155となっている。将来は北陸新幹線や中央新幹線の終点となる予定、工日。 JR 西日本の駅は、アイコカ、大阪メトロの駅は、ピタパの各 IC 乗車カードの利用可能エリア内に含まれており、それぞれ相互利用可能な IC カードにも対応している。新幹線ではこれらのカードは利用できないが、新幹線の時期乗車券や EX、IC サービスの EX、IC カードを在来専用のアイコカなどと組み合わせて使用できる。 1964年10月1日の東海道新幹線の開業に先立ち、大阪市営地下鉄未動筋線、現大阪メトロ未動筋線の駅が同年9月24日に開業した。当時の駅は用地買収の遅れから現在のホームの南半分、梅田川のみ完成での開業で、さらに南側に木製の仮設ホームを継ぎ足して、ホーム庁を確保していた。 梅田川の上下線がホームの手前から大きく開いているのは、その仮設ホームがあった頃の名残である。東駅江坂駅間が延伸開業した1970年2月24日に未完成だったホーム北半分が完成して仮設ホームを撤去し、現在の御堂筋線の駅が完成した。国鉄、現 JR の駅は1964年の 東京オリンピックの開催に合わせて建設された東海道新幹線の終点駅として1963年10月に完成し、翌年の1964年10月1日に開業した1964年10月1日国鉄ダヤ改正も参照。新幹線の駅が大阪駅に併設されなかったのは大阪駅。 梅田地区付近が、阪急梅田駅や梅田貨物駅などの既存施設で、埋め尽くされて、再開発の余地がなかったことや、山陽方面への延伸が見込まれており、在来線、JR 京都線、JR 神戸線、JR 手唐線のように、淀川を2度も渡る、曲線経路を避けたためである。また、在来線の駅も東海道新幹線開業と、同時に営業を開始したため、 1985年3月8日までは一番線ホームは在来線ではなく新幹線にあった。なお、戦前の新幹線計画である弾丸列車計画では1940年4月1日に現在の道駅の隣に設置された東淀川駅が道路線開通後に新大阪駅と解消される予定であったが戦後東海道新幹線が建設される際に 山陽方面への延伸の際は、北方貨物線の直上に建設した方が、用地買収の手間がなくて良いといった理由で、大阪付近のルートが一部変更されたため、現在の位置に当駅が設置された。これにより、当駅との統合という形で、東淀川駅の廃止計画を発表したが、地元住民の要望により存続することになった。 東淀川駅と東駅の間の営業キロが 0.7km と非常に短いのはそういった理由によるものである。東駅には大阪東線が乗り入れ、同線の起点駅となっている。計画当初は2006年開業を目指していたが、用地買収などで手間取り2009年度着工、2019年春に全線開業を迎えた。1989年。 平成元年7月22日に天王寺駅構内の半和短落線が完成したことにより黒潮や南紀方面行き快速が梅田貨物線経由で東駅に乗り入れるようになった後にるかもがそれらの列車は梅田貨物線から転線して11番乗り場東海道本線のボディ外側線現在の1番乗り場で客扱いを行っていた具体的には下り 天王寺方面行きの列車は、梅田貨物線から当駅の北で転線して11番乗り場で客扱いを行った後、当駅の南方で再び、梅田貨物線へと転線する一方、上り、京都方面行きについては、当駅の南方でまず、梅田貨物線の下り線時に入り、さらに上り外側線へと転線、11番乗り場で客扱いの後、そのまま上り外側線を走って、 京都方面へと向かっていた。上下とも11番乗り場から発着していたため、誤った行き先の列車に乗車してしまう事例があった。このような複雑な客扱いは、蒸気の改良工事の過程で解消され、まず2016年2月1日には、現在の3番乗り場、ただし2016年から2018年までは11番と、故障していた。かつての13番乗り場に、 梅田貨物線の下りが直接乗り入れる構造に改められ、上り列車は下りに転線して、客扱いの後、東海道本線上り外側線に転線。2018年7月23日には、梅田貨物線上りは1番乗り場、かつての11番乗り場から発着するようになり、上りと下りが分離された。ホームは JR 西日本が管轄している部分は、乗り場。 JR 東海が管轄している部分は番線と表記、案内されるため、本校でもこれに従う。3階に改札口とコンコース、2階に商店街と地下鉄への連絡通路がある。乗り場は1から10番乗り場が在来線ホーム、地平、20から27番線が新幹線ホーム、4階となっている。そのため11から19番乗り場はない。このうち、 1>, 1から6乗り場は現在が2代目であり、初代は現行の21から26番線である。JR 西日本の管轄で、島式ホーム5面10線、12両編成対応を有する地上駅である。ホームはほぼ南北方向に伸びており、新幹線ホームの東側と斜めに交差する。在来線と地下鉄とは距離があるため乗り換えの利便性はあまり良くない。 コンコース在来線部分の北側には、駅中商業施設、駅マルシェ新大阪があり、土産物、駅弁、軽食を主に扱っているほか、飲食店も営業している。当駅の大阪方には、保市総合車両所宮原支所への連絡線があり、大阪駅発着列車の送り込みを繰り出し、回送列車が通行するが、この連絡線自体も当駅の構内に含まれており、 当該回送列車の運転取扱い上でも、当駅を通海機かつ最次駅として扱っている。当駅に発着する在来線優等列車の詳細は後述する。開業以来、当駅の在来線部分は東海道本線4面8線に加え、西にはホームのない梅田貨物線が複線で並走しており、一方、 東には、島式ホーム一面に線分の空き地が広がっていた。これとは別に方の空き地は、梅田貨物線の上下線路間にも確保している。この空き地は将来、大阪外環状線、仮称を建設する際に、専用のホームを増設するためのもので、直上のコンコースにおいても、増設されたホームへの階段を設置するためのスペースがあらかじめ確保されていた。 大阪外環状線は当初の計画では、神崎川の北方から東海道本線の東側を並走し、そのままその増設ホームに乗り入れる予定だったからである。だが21世紀に入り、大阪東線という名称で一部改良した、この新路線は東駅まで延伸するにあたり、神崎川北方で東海道本線を高架で乗り越えて、 西を並走する梅田貨物線へ合流する計画に変更された。なお、その後路線の気終点も新大阪駅から仮称北梅田駅までの計画に再変更している。詳しくは、大阪東線建設の経緯を参照。それに伴い、その空き地に一面二線の島式ホームを新設して、既存の乗り場を東へ移し、最も西のホームを大阪外環状線専用とする。 その結果大阪東線の列車も発着できる。一方で、梅田貨物線上下線路間の空き地のホーム設置は、見送りとなった5面10線構造へと改良することになった。工事は2012年から2018年にかけて施行され、おおむね1年ごとに乗り場を1面2千分だけ東へ移し、空いたホームの再整備、再舗装及び傘上げ、上屋の延長、 一部ホームの短縮などを行って、一年後に、またそこに、既存の乗り場を、西から一面に線分だけ移すという方法が取られた。当駅開業以来、在来線部分の大規模改良は、これが初である。新17.18番乗り場は2012年12月16日に、使用が開始され、使用が停止された、97.18番乗り場は、約一年かけて改装され、 2013年12月8日に新15.16番乗り場として使用が開始された。同様に11から16番乗り場もホーム1本あたり約1年かけて順次改装され、91.12番乗り場が2018年7月23日から京都方面域の特急、はるか黒潮用ホームとしての使用再開をもってホーム増設工事は終了した。これにより、 新大阪駅においての遥かと黒潮の発着線が事実上の伏線に増設されることから同駅でのすれ違いが可能となるためダイヤ設定上のボトルネックが解消されることとなった。なお、91.12番乗り場の使用が再開されるのに先立って6月24日から在来線の乗り場番号が3から10番乗り場に変更され、 91.12番ホームは1.2番乗り場となった。JR 東海と JR 西日本の共同仕様だが、JR 東海の管轄で、JR 東海が管轄する駅では最西端となる。島式ホーム3面6線と、単式ホーム2面2線、合計5面8線を有する高架駅。ホームはほぼ東西方向に伸びている。表示板は、 JR 東海のデザインのものであるが、東海道、山陽新幹線の境界駅のため、JR 東海の表示や、オレンジ色の JR マークは入っていない。博多型には、上下本線の間に引き上線、大阪市業検査車両所新大阪支所があるほか、25.26番線の博多型には、補線用の横取り線がある。東海道新幹線の開業当初の設計では、 島式ホーム3面6線のみ、開通時は2面3線のみで1974年12月7日に3面6線となったで南北に1線ずつ留置線の路盤を準備していたが、その路盤に線のとホームを設置する形で1985年3月9日に20番線が、2013年3月16日に27番線が増設された。なお、 27番線のホームは阪急新大阪連絡線として阪急電鉄が確保していた用地を利用て設置された。山陽新幹線の水穂、桜、光レールスター、小玉の多くは短式ホームの20番線に着発するため、東海道新幹線が主に発着するホームから遠く、コンコースと20番線を直接行き来するエレベーターもないため、 21.22番線用のエレベーターを利用して乗り換える必要がある。2011年3月12日の産業、九州新幹線直通運転に備え、20番線のエスカレーターの増設工事が行われた。実際の JR 東海と JR 西日本の会社協会は、駅西方 2.8km 先、東京起点 518.2km にある。ここには、 ATC の上り第一場内進路と地上信号機が設置されている。20番線、一部は21から23番線に到着する。上り列車はここから下り線を走行することになるため、山陽新幹線の代役構成上の制約が生じるが、反面22番線から27番線までと、引上げ線との間の入りでは、交差支障が発生せず、 東海道新幹線の新大阪折り返し列車と山陽新幹線の新大阪折り返し列車は独立にダイヤ設定が可能である。また、東海道新幹線側では、同駅では一部総合発着という手法で列車を入線、出発させている。2006年2月22日の JR 東海社長定例会見で新幹線ホームの改良に伴い、 阪急新大阪連絡線の用地の一部を転用して、現在の26番線の北側に27番線を新たに設けることと、博多方にある2本の引き上線を4本に増設することを明らかにしていたが、27番線は2013年3月16日のダイヤ改正から使用している。これにより、運転効率の向上並びに、さらなる本数増強が可能になった。続いて、 引き上線の増設が2014年1月26日に完成した。残る阪急電鉄の所有地は、東駅北側の玄関口として活用するとともに、新大阪連絡線の内免許が維持されている、東駅13駅間を、大阪メトロ4つ橋線の13延長、2周目だ、13連絡線、過小と合わせて1本の路線として、 北ヤード、西梅田への接続路線として整備する意向であることを表明している。ただしこれらの計画についての着工、完成時期などは未定である。また、新幹線本コースはこれまでの中央入り口、入場のみ、中央出口、出場のみが、両者ともにいる、出場可能となる改良工事が行われた。これに伴い、前者は、中央口、後者は、 南口と解消されている。なお、2013年7月10日から、新幹線ホームが全面禁煙化され、新たにコンコース内に喫煙ルームが設けられた。新幹線ホームの直下の地上には、北方貨物船が通る。ホーム部分は25.26番線ホームの直下、引き上線部分は、引き上1.2番線、1966年10月1日に、 設置された当初からある引き上線の直下を通過している。日中時間帯は片道1時間あたり、JR 京都線が16本、新快速、快速がそれぞれ4本、普通電車が8本、大阪東線が4本、すべて普通停車する。朝夕は本数が多くなる。北陸、北、近畿、山陰、南紀系統の特急列車も当駅に停車し、 新幹線との接続が図られている。梅田貨物線を経由する大阪環状線、阪和線、木の国線、関西空港線との直通列車は、特急列車のみの運転で、1時間あたり、関空方面が2本と南紀方面が1本、運転されている。2018年3月16日までは、早朝、深夜時間帯には当駅発着の快速列車も、運転されていた。 大阪駅と並んで在来線特急のターミナルとして機能しており、山陰方面への特急や南紀方面への一部の特急は東駅始発として運転されている。大阪市高速電気軌道未動筋線は西側で東海道、山陽新幹線とほぼ直行し、新未動筋の中央分離帯に位置する島式ホーム一面に線を有する高架駅となっている。高架駅ではあるが、 線路を含めすべて屋根に覆われている。江坂、千里中央型に Y 型折り返し線があり、天王寺方面行きの始発列車が運転される。かつては夜間の留置にのみ使用されていたが、1990年から中津行を延長する形で昼間にも多く、運転されるようになった当初は国際下と緑の博覧会期間中のみの予定であったが、 好評だったため期間終了後も、この延長運転は続けられ、後に夜間時間帯にも拡大している。昇降設備は、北東、北西改札内に、エスカレーターが上り1機下り2機と、エレベーターがあり、中改札内に、エスカレーターが上り2機下り1機と、エレベーターがあり、南改札内に上りエスカレーター1機がある。トイレは、北東、北西改札内、 中改札内、南改札内のそれぞれにあり、北東、北西改札内と中改札内にオストメイトに対応した多機能トイレがある。自動改札機は東芝製が設置されている。2010年1月6日、中改札口にファミリーマート地下鉄、新大阪駅中店が開店したが、2015年に閉店した跡地に改札口南側にあった。 友人窓口を移設。2016年3月30日には、駅北東、北西改札街に、駅中商業施設、新な和食堂街がオープンした。当駅は、梅田管区駅に所属し、道副管区駅長が管轄している。主な駅弁は、下記の通り、各年度の1日乗車、乗降人員数は、下表の通り、駅周辺は、住宅地、 高層マンション、オフィスビル、ビジネスホテルなどが立ち並ぶ、大阪市内屈指のオフィス街となっている。梅田の市街地を抱える大阪駅ほどではないが、毎日多くの人で賑わっている。ただし、商業施設は、ほとんどない。1990年代以降再開発が進み、駅周辺には超高層ビルが建設されているが、いずれも高さ100メートル程度に抑えられており、 梅田を抱える大阪駅周辺と比べるとかなり低い。これは駅上空が大阪国際空港、伊丹空港に着陸する航空機の標準景気到着方式のコースにあたり、航空法により高さ制限が設定されているためである。東淀川区に位置する東口は駅中央部の商店街からは外れているため人通りが少なく住宅地が広がっている。 駅構内は1階にレストラン街、2階に売店、カフェ、3階に駅マルシェなどの多数の土産物品店が入居している。北側には宿泊施設や教育機関が多く所在する。南側には阪急と大阪メトロの駅があるほか、宿泊施設などが若干数所在する。東側には教育機関のほか、宿泊施設などが所在する。 駅周辺の都市再開発構想がある日本プロジェクト産業協議会関西委員会では、品川駅や名古屋駅と比べて、新大阪地区の都市機能や交通インフラは不十分であるとして、リニア中央新幹線や北陸新幹線の延伸を見据えて都市機能の強化を検討してきた。2018年3月、JPIC は新大阪駅周辺エリアの都市機能強化の 提言関西の30年後を見据えた新大阪創生プロジェクトをまとめ、国土交通省近畿地方整備局に提言書を施行した。想定事業費は合計で1.7兆円となり、大阪府の産業連関表を用いて経済波及効果を試算すると、建設工事による直接的な効果と建設工事雇用者により生じる副次的効果、商業、不動産、 サービス等を合わせて2.5兆円に達すると発表された。ジャピックの再開発構想は次の3つの事業からなっている。2018年8月29日、内閣府は新大阪駅周辺を要設立の緩和などの優遇を受けられる都市、再生緊急整備地域の候補地域として公表した。これを受けて大阪府と大阪市は年内にも官民で 検討協議会を立ち上げ、2019年度を目途に、町づくりの方針を策定し、再開発構想の具体化を進めていく。候補地域には、阪急の13駅や淡路駅の周辺も含まれる。正面口、南口、北口、東口の3カ所に、バス停留所が設置されている。なお、東口にあるバス停は、地下鉄駅からかなり離れている。また、 地下鉄の駅では新大阪駅、北口バス停付近に設置されている宮原4丁目バス停を最寄りバス停として案内されている。なお、湯海リゾートの送迎バスは正面口向かいの駐車場から発車する。2012年10月31日までは新御道筋の西側、御道筋線の西側、山陽新幹線の高架北側に所在したが、 現在は新大阪阪急ビル1階へ移転し、JR 大阪市営地下鉄の両駅舎と直結して利便性が改善され、新幹線と特急急行列車の停車駅は各列車記事を参照されたい。5おさむき